はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジ逆シャーアムロン編、続きをプレイしていきたいと思います。前回までにシャーのネオジオンの艦隊を偵察、シャーの撃破を目標に作戦行動を行ったんですが、シャーのササビが強すぎて全く歯が立たない状態でした。そんなシャーの艦隊ですが、フィフスルナ、これのね、落下阻止作戦を始めていますので、今回これの、阻止を目指していきたいと思います。まずはこのフィフスルナに取り付くところまで進めていきましょう。では、フィフスルナに接近することができましたね。ここにいるのがおそらくギュネイの役と動画、レズンの専用ギラ動画だと思うんですけども、まずギュネイ、これを撃破するとですね、アムロが排入ガンダムをいち早く入手できるというイベントが起きるんですが、まあおそらくですね、これは難しいかなと思ってます。フィフスルナに取り付くっていうので、一番の目標にやっていければいいかなと思います。なんで、ギュネイのね、役と動画の攻略にはこだわらない。撃破にはこだわらないという進め方でいきます。まあ、そもそもギュネイに挑んだら損害がめちゃくちゃ広がると思うので、ちょっとそういう状態まであまり作りたくないですからね。アムロがちょっと削られてるな。削られたところにギュネイの最後に、これを食らったかな、今。アムロは1ミリ残し。アムロ1ミリ残しか。きつくなってきてんな。まずはユニコーンを、格闘を入れられるところまで持っていきましょう。もう感知しちゃいます。で、ここにいるのがやはりギュネイとレズンでしたね。ここにはライルのレウルーラ。まあ、ライルのレウルーラ。これの撃墜撃破を最優先にしましょう。ジョブジョンも一度下げましょう。隊列的にこのリガ随隊は、セーラさんを前衛、リュウ、ハヤト、クラウボ、スレッガーの順番にします。それで、ここは、どうだろうな、鼓舞。鼓舞した上で、レウルーラ。あ、レウルーラだな。やっぱりレウルーラを最優先にしていきましょう。で、ギュネイとレズには、まあ、手を出さないという戦い方になるかなと思います。まあ、手を出したところで、太刀打ちできる相手ではないという判断ですね。では、ラーカイラムからも部隊発進していきます。同じくクラップからもモビルスーツ隊発進していきましょう。ここですね。ここでしっかりレウルーラ撃破できるかどうか。レウルーラは撃沈できましたね。味方の損害も多少出たと思いますが、まずはレウルーラの撃沈完了です。ゴール地点にたどり着くのが難しそうだな。敵のモビルスーツ隊がまだまだ数多いですものね。うん、ブライトが危ない。ブライトが危なくなってきてんな。ブライトにはちょっと下がってもらわないといけないかな。ただ命令ができないと思うので、ブライトの周りにいる敵モビルスーツを排除しないといけないのかな。ブライトが次攻撃を食らったら確実に死ぬな。ゴール地点にいるのはしかも厄介なことに、アルパージールがいる。アルパージールを倒すには、いや、まずは発動しよう。ユニコーンからデストロイモードに変身します。
これこそ真の携帯ですからね。で、その上で感知。あ、ゴール地点に入れるな。ゴール地点に入れるんだったら、まあ、ちょっとここは、無理せず、ジェガン D に入ってもらおう。で、ギュネイを狙う。デストロイモードのユニコーンでどこまで削れるかですけどね。ここで数を削ってブライトが撃破されないようにしないといけないところなんですけどね。ブライトが逃げるっていう判断をしてくれればいいんだけど、ジョブジョンかアムロがやられたぞ。アムロ、これでちょっとゲームオーバーだな。戻ってきます。さあ、では戻ってきました。ここにイリア、アリアスが先行してくるっていう形で、前回と、まあ、敵もそして我々もですが、陣形が少し変わってますね。まずユニコーンをどう使うかなんですけども、やっぱり最初に攻撃して沈めたいのはこのレウルーラになるので、レウルーラに取り付くところから始めていきたいと思います。今回は前回の反省を生かして敵を囲みつつ、ブライトだったりそういったところにね、取り付かれないようにっていうのを考えています。ここでね、イリアとアリアス、これ撃破できると大きいんですけどね。ちょっと難しそうかな。格闘がやっぱり入らないですね。まあ、キャラクターのエースパイロットにはエースパイロットを当てる以外に撃破する術がちょっとこの超級だとなさそうですね。レウルーラにバナージ支援攻撃でアムロたちのリガスイからの攻撃、これでレウルーラ撃沈です。この後デストロイモードに移行して一気にギュネイ撃破を目指していきましょう。ケーラが撃破されたか、強いな。イリアは撃破完了です。ブライトもちょっと危なくなってるな。ここだね、ゴール地点にギュネイが居座ってるので、やっぱりこのギュネイ倒さないと話にならないですね。ギュネイに攻撃が一発も当たってないからな。ここはユニコーンのマナージャもしっかり格闘を介して敵の数は削ってくれてますね。まあ、ただギュネイ、これがノーダメージ。ここにいる居座ってるギュネイを倒さない限り、このフィフスルーなど落下阻止ができないんですよね。ちょっとまた戻っていきます。さあ、なんとかガラ空きになったここ、ゴール地点にバナージを入れちゃいましょう。その上でここにいるブライトが今敵に狙われて瀕死の状態なので、このブライトを守る作戦へと移行していかないといけないですね。敵の配置だけ確認しておきます。基地中心部は制圧到達していますが、この後ブライトが生き残れるかどうかですね。無茶をしてくれているようなので、ブライトが死んでゲームオーバーのパターンになってしまうんじゃないかなっていう懸念を今ちょっとしてます。ここはバナージデストロイモードになった状態でアルパージルに攻撃仕掛けます。
ビームマグナムはどうなんだろう、アルパージュールには効かないのかな。あ、ビームっていうぐらいなんで効かないかもしれないですね。ほとんど削れてないですよね。となるとアルパージュールからマップ攻撃食らう可能性あるな。さあ、ブライト残ってくれよ。やられるぞ。やられた。ブライト。ブライトが残れなかったですね。今度は。さらに、じゃあ出直してきます。ラーカイダム、被弾しました。もう持ちません。そいたい。そいたい。うわブライトが持たないな。さあ、これ7回目のトライになります。今回はもう本当にブライトが前に出ないように出ないようにっていうのを、最優先にブライトの進路を塞ぐ形で戦っていきます。アムロももちろんやられたら終わりですからね。うわ、スレッガーにフラウボーにリガズイが3機やられたな。ギュネイとまともに対峙するのはやっぱりきついですね。ただバナージが取り付けたので、ここでまずはライルのレウルーラ確実に仕留めましょう。で、あとは詰めていくと。とにかくブライトがね、やられないようにブライトの進路を完全になくす。まあ、本来どうなんだというところはありますけど、ゲームクリアのためには欠かせない要素になってきますね。ブライトの進路を塞ぐ作戦ですね。ない、ブライトがなんか今スッと最前線に出てった気するな。大丈夫か？ここで、まずは、レグルーラは撃沈。この後ですね、ブライトが持ってくれるのが、まあ、大前提。あと、基地中心部に敵が残ってるなぁ、残ってる。この状態だと、今度は基地中心部の制圧ができないってことになるんですよね。リュウもやられちゃったな。9回目の挑戦。ここで残ってくれるかどうかだな。攻撃目標がどこになってるか。よし、残ってくれた。9回目の挑戦で目的達成できましたね。フィフスルナの核パルスエンジン封印に成功しました。これで二度と悪用される恐れはありません。念のためフィフスルナの落下阻止できました。9回目の挑戦です。艦隊の動きはどうなっている。我々がフィフスに取り付いてから動きが止まりました。追撃は諦めたようです。どうやら間に合ったようだな。よし、よくやった。だがシャアのことだ。これで終わりとは思えない。一刻も早くニューガンダムを受領し、奴らの切っ先を制しなければ。チェーンはね、前回月に向かってくれという話になりましたからね。9回目の挑戦でフィフスの、地球落下阻止することができました。発言ポイントがだいぶ溜まりましたね。報告します。ネオジオン軍が撤退を開始しました。スイートウォーターへ向かうものと思われます。ニューガンダムが必要だ。月へ行く。うまくいけばスイートウォーターに入る前のシャアを叩ける。アムロはニューガンダムを受領するため月面都市フォンブラウンへと向かった。
アナハイムの工場でニューガンダムを受領したアムロは機体に特殊な素材が用いられていることを聞かされる。サイコフレーム、パイロットの脳波を受信するサイコミを内包した画期的構造材である。その技術がシャアからもたらされたものであることなど、この時のアムロは知る由もなかった。アムロ、ラーカイラムから緊急通信です。シャアの第2波が現れた。俺にはロンドベルに祈祷しろ。出るんですか？ニューガンダムに火を入れる。まだ無理ですよ。命令だ。あ、はい。遅くなった、すまない。状況は？はい、ケイラが部隊の指揮を取っていますが、戦況は思わしくありません。以降の指揮をお願いします。はい。ディフスの落下阻止はできましたが、シャアのネオジオの第2波が来たので、これの撃退戦になっていくようです。勝利条件、敗北条件変わらずですね。ただしアムロは蒸気がリガ水からニューガンダムに変わっています。まあ、心強いですよね。では今回はここまでにさせていただいて、苦労の末にクリアしたこの次のステップに進んでいきたいと思います。